皆さんこんにちは、こんばんは。臨床工学士の岡井です。今回は PCPS の基本について解説していきたいと思います。皆さん PCPS についてどんなイメージを持っていますか？ PCPS のイメージとしては、超重症そうな患者さんについていてなんか怖い、先生たちが集まって話をしていて近寄りがたい、見るポイントがたくさんありそうで難しそう、こんなイメージを持っていると思います。でもこれ大丈夫です。 PCPS は難しいというイメージが先行しがちなんですけど、やってることは意外にシンプルだったりします。まずは PCPS の仕組みを理解して、体の中で何が起こっているのか、どういうふうに血液が流れていっているのかが分かれば、 PCPS を理解する近道になると思います。というわけで今回の動画はPCPS の仕組み、PCPS の適用、PCPS 中の血行動態について焦点を当てて解説していきたいと思います。まずは PCPS とは何なのかということなんですけど、前回の動画で解説した通り、PCPS とは経皮的に心臓と肺を補助する方法でしたね。では、どうやって心臓と肺を補助するのか。PCPS は経皮的に右心房に留置した脱血カニューレと思いますね。そこからポンプの力で静脈血を脱血して、人工肺によってガス交換された血液を動脈に返す、このような仕組みになります。例えば重症心不全の患者さん、重症心不全の患者さんというのは心機能が低下していて、全身に向けて血液を拍出する力が弱まっていますよね。そうなると血圧を維持することができなくなってしまいます。さらに心原性の肺水腫も併発していると、肺でのガス交換ができにくいわけですから、 SpO2 を維持することもできなくなって、全身の臓器に酸素が足りなくなってしまいます。こういった患者さんに PCPS を導入するとどうなるのか。PCPS を導入すると、本来心臓がやるべきだった血液を全身に白出するという仕事をポンプが代行してくれます。そうなると血圧は維持され、その間心臓も休むことができます。さらに PCPS には人工肺という、その名の通り人工的な肺が付属しているので、静脈血から二酸化炭素を排出し、酸素をたくさん持ったいわゆる動脈血を送血します。そうすることで全身の SpO2 も維持することができます。逆に言うと、仮に PCPS に人工肺がなかったら、右心房から脱血した静脈血をそのまま動脈に返してしまうので、 SpO2 はどんどん下がっていきますね。次に PCPS の適用なんですが、これは各ガイドラインによって様々なんですよね。日本では日本循環器学会の急性心不全治療ガイドラインや日本救急医学会のサイトがよく参考にされています。また国際的なガイドラインについては、エルソというアメリカの団体のガイドラインが参考にされていることが多いです。日本循環器学会のガイドラインを見てみると、PCPS の適用疾患として、心停止状態、心原性ショック状態での心肺蘇生、難治性心不全での呼吸循環補助、回心術後低白質状態、薬剤抵抗性難治性の不整脈、重症呼吸不全が明記されています。日本救急医学会のページには、心筋梗塞や心筋炎など、IABP 指向下でも心係数が 1.5 以下、要するに重症な心不全ですね。これと難治性で繰り返す心室細動や心室頻拍患者、急性冠症候群の冠動脈形成術までのサポートやブリッジ、急性肺血栓塞栓症によるショック、偶発性低体温による循環不全、心肺停止蘇生例が書かれています。エルソのガイドラインでは、ECMO の適用と書かれているんですけど、これは PCPS のことですね。これの適用として、心原性ショックという言葉が書かれています。この他注目するべきポイントとしては、
肺血症性ショックもエクモの適用であると書かれています。いろいろややこしいんですが、まとめると心停止、心原性ショックや肺血症性ショック、重症心不全、薬物抵抗性の不整脈、会心術後の低拍出量症候群が PCPS の適用疾患の典型例です。実際には救急領域では心停止、肺血症性ショック、心筋炎、心筋梗塞などの重症心不全などで PCPS の導入がされていることが多くて、順内心外では心原性ショック、薬物抵抗性の不整脈、会心術後のロス、心筋炎、心筋梗塞などの重症心不全などで導入するケースが多いと思います。最後に PCPS 中の血行動態についてお話ししておきます。 PCPS が導入された時、体の中では血液がどういうふうに流れているのかというお話です。目の前の患者さんが突如 VF を発症して PCPS の導入が決まったとします。そうなると、まずは脱血管が挿入されます。同じように、送血管も挿入されますね。今回の場合ですと、右の大腿静脈と右の大腿動脈に、それぞれ脱血管、送血管が挿入された形になっています。次にプライミングした PCPS の回路を用意して、脱血管、送血管が接続されます。この時体の中はどうなっているのかというと、このようになっていますね。この青色の管が脱血管です。脱血管は先端が右心房の高さにあることが望ましいので、かなり長めのデザインになっています。対して送血管はもう少し短いデザインになっています。脱血管、送血管、回路が接続されると、早速 PCPS がスタートされますね。この時血液の流れはどうなっているのか解説しますと、脱血管から脱血された血液は、脱血回路を通って遠心ポンプに引き込まれます。次に遠心ポンプから人工肺に向かって血液が送り出されますが、人工肺にはこのように酸素を流しています。人工肺の中で血液と酸素をぶつけることで、静脈血は酸素を付加した動脈血になります。このガス交換された血液を送血回路、送血管、そして全身の動脈へと送血していきます。今回の例のように大腿動脈に送血管が挿入されている場合だと、通常の血液の流れる方向とは違って下行大動脈を上るように逆向きに流れていきます。いわゆる逆行性送血っていうのは非生理的ではありますけど、各臓器に動脈血を送るという目的に対して大きな問題はないです。このイラストでは脳や上半身の動脈にばかり送血されているように見えるんですけど、もちろん下半身やお腹、腎臓など各臓器の主要な動脈へ血液は流れていってます。このように PCPS は肺の代わりにガス交換した動脈血を心臓の代わりに全身に向かって送血します。しかし、PCPS はいつまでも駆動できるようなものではなくて、約1週間程度の使用で血栓や人工肺の劣化といった弊害が起こってきます。しばらくの間心臓と肺を休ませ、それぞれの機能が回復してきたら PCPS を離脱します。PCPS 回路の寿命が来ても心機能の回復がいまいちな場合は、回路を人工肺や遠心ポンプごとまとめて交換します。しかし PCPS の回路交換は大掛かりな手技の上、一時的に PCPS を停止させなくてはならないので、可能な限り早めの離脱を目指しましょう。というわけで今回の解説は以上になります。ご意見ご質問のある方はコメント欄へお願いします。今回の動画はこちらの教科書をちょっとだけ参考にしました。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。